モアは赤鉄かドフ家族の高木である。インドをはじめとしたアジアに分布し、様々な土壌において生育し、岩場にも見られる。本記事では、上緑樹である基本種とともに、変種の落葉樹イリッペも扱う。基本種とイリッペとの主な違いは上緑か否かという点に関してのほか、形態的には葉の形状に関して見られる。なお、基本種と変種をまとめて、 マフアとして扱う資料も存在し、いずれもマフアバターなどの名称で知られる油脂が得られる。果実や花に糖分を多く含むことでよく知られている。いずれの部位も用途が多岐にわたり、特にインドの諸部族においては、花から作られた酒が文化的に重要な存在である。基本種はネパール、インド、スリランカ、バングラデシュに見られる。一方、 変種のイリッペはインドからバングラデシュにかけて、そしておそらくミャンマーにも見られる。インドにおいては、あらゆる地域に植栽されている。基本種は、常緑の高木は高さ15メートル、若い部分が有毛で、樹皮に単ン,ンを含む。一方、変種のイリッペは、落葉鉱木である。葉は皮新型で、長さ10から12センチメートル、枝端に密集する。イリッペの場合、葉は、 編種照明、ラティフォーリア、葉が広いの通り大円長乱形で、長さ12から22センチメートル、硬質である。花は、多肉質な花冠を持ち、小結から黄色い薬が見えるが、果敢の内側の表面にくっつく雄水は、非常に短く、緑色のめしべは絶妙に長く突き出す。イリッペの場合棒状で、花弁8から9枚、長さ1.5センチメートルで、 紅白色、多重である。果実は、シャラン系。はじめのうちは、ビロード状の下皮を持つ。イリッペの場合、卵型で緑色。長さ3から5センチメートル。大行の種子を1から4個持つ。種子は茶色で光沢があり、長さ3から4センチメートル。楕円型で、片面だけ平たい。種子中の油シの含有量は、ひとしの重さの33から43%と、 暮れ幅がある。基本種、イリッペ、インドでは、熱帯気候や亜熱帯気候が優勢な北部や中央部の荒れ地をはじめとした乾燥した地域で生育し、2月から4月にかけて葉が落ちていくが、その間に蛇行のような香りの花を咲かせる。花が咲くのは夜の間のみで、夜明けになると花は地面に落ちていく。花期が終わって2ヶ月ほど後に果実が開き、 成熟した種子が得られるのは6月から7月の間である。成長は遅く4年かけて平均3から4フィート伸びる。幅広い種類の土壌上に生育するが、とりわけ、インダスガンジス平野の奇跡土を好み、体幹性もあって、岩がちで砂利の多い赤土や、塩質の土壌上にもよく育ち、さらには不毛な岩の裂け目と裂け目との間にある土壌においてすら育つ。 成長や生産性を良くしたい場合には十分な深さのあるロームか水はけの良い砂質のロームが理想的である。なお浅採用丸石や粘土質、石灰質の土壌上にも見られる。干ばつにも耐え抜き、高度1200メートル以下、年間平均気温に摂取46度、かつ年平均降雨量550-1500ミ、mm、リメートルの場所で生育する。 西は津山脈やヒマラヤ地域の高度4500メートル以下の地帯で見られる種も存在する。野生の生育地における平均相対湿度は1月は40から80%、7月には60から90%と触れ幅がある。収穫された花、用途が多岐にわたる樹種である。多肉質な花は食用となる。咲いている花は果敢が黄色がかった白で、 黄緑色になって、先端で閉じていくような丸みを帯びており、厚さにから3ミリメートルほどの肉質を持ち、そのまま噛むとジャリっとした感じで甘い汁が口の中に広がる。これは数日乾燥させることで淡い緑色を帯びた、薄茶色の星どうのような外見と味になる。ワットはインドにおける利用法に関して、口日のチューブにおける上流種作りの他に、 3から5月にかけて咲く花を早朝に、子供や女性たちが摘み取り、新鮮なまま、あるいは乾燥した上で調理したり粉にして、トウモロコシや穀物の粉と合わせて、ふくらし粉しで平たいケーキ状に焼いて食べるという事情を伝えている。同じくインドのビハール州では十分乾燥させた花を、香辛料とともに油で炒めて食べるという報告がある。また、この花は蒸留して、 アルコール飲料の原料とされる。この利用法に関しては、ワットの他カウンシルオブサイエンティフィックインダストリアルリサーチでも繰り返し言及されている。チャッティースガル州及び、オリッサ州のバスタルの諸部族、ジャールカンド州サンタル、パルガナ地方のサンタール人、北マハーラーシュトラの諸部族にとってはこの木とマフアの、酒は彼らの文化遺産の一部であり、男も女も皆この酒を飲み、 マフアの酒は、儀礼や誘土器の活動の際には、必需品となる。花は貯蔵することが可能であるが、どれほどの量を貯蔵するかは、家庭の需要次第であり、貧しい家庭であるほど、貯蔵量は増えていく。通例、部族たちは、花の加工品を長期間は保存しないものであるが、これはまず第一に花が部族たちの収益に変わるのは、 特に不作の時期であり、第二にこの花に吸湿性があることで、大気中の水分まで吸ってしまい、腐ってしまうためである。花の成分に関しては、カウンシルオブサイエンティフィックアンドインダストリアルリサーチに、数値の合計が100を超えてしまう表が見られるが、この表からは70%強が糖分であると、検討をつけることが可能である。 種子からは農黄食凝固性の油入りっぺ油が得られ、料理、等か、石鹸に用いられる。適切な貯蔵が行われた種子は黄色く、心地よい味がする。年の大半の時期のインドにおけるほぼ各地の気温であれば、油は液体の状態であり、寒い時期にはしばしばステアリンの沈殿が積出する。本樹は医薬的にも価値が高い。乾燥させた花は、 鎮痛効果があり、抗がん炎に使う。風や咳には、花を煎じたものを1日に、ティースプーン3倍ほど服用する。樹皮は煎じて修練剤、強壮剤、魚の中毒などに使う。糖尿病患者にも投与される。ヒンドゥー諸部族においてこの樹木は尊重され、結婚式の際にもよく祀られる。ある時報では、この木の枝を新郎新婦の手の上に置く。また、 ある地方ではこの花で向こう選びの式で用いる花輪を作るという。ビハール州では一人前のバラモンになるために行われるウパナヤなど儀式において記事体をマンゴーの木と結婚させるという儀礼が報告されている。それは水で溶かした米粉と赤い色の粉をそれぞれの木に塗った上で両方の木を糸で結ぶというものである。一方で、 あるヒンドゥーはどんな儀式にも用いようとせず、特に聖刀バラモンは、この葉で作った食器で飲食することは神への冒涜と考える。この木はその陰でさえ人を酔わせる力を持つとも考えられており、厳格なヒンドゥーはこの木に近づかない。バラハの像はこの木の材で作られる。材は赤褐色で、基幹比重は1.04。他にも建築や車の古式にするという使い道がある。 インド、インドバングラデシュ、ネパールなど、ミャンマー、マラバルバタノキマドフ家族は、熱帯アジアの他中華人民共和国にも見られ、115種ほどが知られる。モアやイリッペの他にはフィリピンなどに見られる、ビティス、マラヤボルネオスマトラに見られるニャトウカチャウヤマズカ、インド南西部やスリランカに見られるマラバルバタノキ、といった種がある。マフアは、ここで、 名前の上がった州に暮らす部族に関して言うならば、例えば、デカン高原を中心に暮らすモンドやワイガといった部族の宗教儀礼において、非常に重要な役割を担う。ABCDEFGH、ガバルツエトール。ABCDEFGHIJKLMN、OP 熱帯植物研究会編。AB コーナー渡辺。ABCDA の クリルエトール、ABCDEFGH クリルエトール、ABCDEFG クリルエトール、ABCD クリルエトール、A n o ABCD 西岡 ABA n o A n o ABC クリルエトール、ABCDEF ハット ABA ノー AB 小学館ランダムハウス A は第辞典、第2班編集委員会編 キトル A.B. ホートンジャッフェナブックソサイティウィンスロー、ブラウン、パンジャビツ・イングリッシュ・ディクショナリー、RCPLT ・パンジャビ・ユニバーシティ、プティアラ、2020年3月19日閲覧。2020年3月19日閲覧。モールスワース・ハット・ガンダート、熱帯植物研究会編。英語、タミル語、日本語、英語、日本語、ネパール語、ヒンディー語、 英語、ありがとうございます。